皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ヨウムだにょん。本日は2022年9月17日に行われた第43回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦、豊島将之 JT 杯覇者と稲葉陽八段の一戦をお送りするよ。さあ、今年の JT 杯も後半戦、この対局を制した棋士が準決勝に進出です。11月6日東海大会では藤井竜王、羽生九段の勝者と対戦ね。同世代のこの二人、同じ関西所属ということもあり、お互い意識するところは多そうです。順位戦、竜王戦ともに同じクラス、今後も多くの対局が待っているもんね。では、対局の前にプロフィールを確認しておきましょう。まずは先手の豊島 JT 杯。1990年4月30日、愛知県一宮市出身、桐山清澄九段門下の32歳。今期竜王戦1組、順位戦 A 級、タイトル戦登場18回で6期獲得、一般棋戦優勝5回、序盤、中盤、終盤隙のないといえばこの先生、そしてどちらも応援しないのもこの先生。なんだかんだネタ格言に絡むことが多いのね。それだけ表舞台に立っている、ということなのでしょう。強さの証明なのね。その棋風は居飛車の正統派。深い研究から一気に序盤を突き進み、えぐるような中終盤の踏み込みから目が離せません。本日は先手、どんな組み立てを用意しているのかな？それでは続いて後手の稲葉八段。1988年8月8日、兵庫県西宮市出身、井上慶太九段門下の34歳、今期竜王戦1組、順位戦 A 級、タイトル獲得はまだないけれど、2017年、横歩全盛時代に名人に挑戦、早指しの一般棋戦を2度優勝したり、アベマトーナメントでの強さを見ると、スピード感ある展開が大得意みたい。後手から粘り強く受けて反発する、力強い将棋が特徴ですね。本日は研究に対してどう対応するか、そういう面でも見どころが多いわね。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カミョン。今回はヨウムが先手、豊島 JT 杯。レイムが後手、稲葉八段だよ。それでは、お願いします。2六歩。8四歩。さあ、対局会場は香川県。2五歩。香川といえば讃岐うどんが有名ですよね。8五歩。腰の強い面に、具材はセルフ。7六歩。おろし生姜をちょちょいと効かせてすすりたいね。3二金。先生方もうどんを楽しんだんでしょうか？7七角。きっとそうなんじゃないかな。3四歩。さて、盤面は角代わりの立ち上がりですが、6六歩、相手変わらず、角道を止めてしまいます。おっと、3三角、なんとびっくり角代わらず、何か新しいことを試すのかな？7八銀。組み立てとしては雁木や左美濃ですが、6二銀。先手でやるのは、近年珍しい気もします。4八銀。そうだね、後手から雁木はよく見るけれど。4二銀、豊島 JT 杯が考えること、きっと狙いがあるんだろうね。6七銀。どうやら相雁木の将棋になりそうですね。4四歩、飛車角銀桂、連携が特徴の雁木。7八金、引きがかぶりやすく、どう仕掛けるかが課題だね。4三銀、組み立てながら、隙を伺う展開になりそうです。3六歩。では、しばらく駒組みを進めましょう。7四歩。5八金。5二金。6九玉。同桂での駒組みが続きますね。4一玉。4筋から銀を押し上げていきましょう。4六歩、角道を開けたとき、銀桂と連携を取りやすいです。6四歩、煮詰まるまでは同桂の進行ね。4七銀。6三銀。9六歩。1四歩。1六歩。9四歩。さあ、あとは桂馬を跳ねれば陣形は完成。3七桂。あとはどこで仕掛けるかの調整です。7三桂。まずは王様をより安全な場所に移しましょう。7九玉。8筋へのカバーと入場を踏まえます。3一玉。続けて攻め駒の銀を中央へ。5六銀右。5四銀右。2九飛車。8一飛車。さあ、ここまで駒組みをなぞってきたけど。6八金右。そろそろ違いを出して、白
仕掛けを誘い出そう。2二玉。とうとう前後同型が崩れました。いかにもやってこいという誘いでしょう。私の狙いは想定される戦場中央、特に4筋から王様を遠ざけて、その上で先手から仕掛けさせたい。雁木はこの陣形が最もバランスが良く、動けば当然歪みが生まれるわ。そして仕掛けるとすれば当然4筋、桂跳ねが角に当たる分、そこから先は止まれません。後手のメリットは、疲れた歩を取り返すと。手順で角道が開くので、局面に先手を取りやすい。それに、角さえ交換してしまえば、先手の桂頭に、歩を打ち込むことができるわね。ただ、その分奥の王様が丸見えで、メリットデメリット両方ある感じ。一つでも何かあれば、コロンと一発、勝負が決まりますね。そうね、とてもデリケートな局面ではあるわ。私は桂馬を危険にさらして仕掛ける権利があり、後手は王様をおとりに、仕掛けを誘っている場面。ふむ、意図通りに攻めるのは尺ですが。4五歩。いいでしょう。戦いの火蓋を落としましょう。同歩。同桂。当てられた角派系統に避難させ。4四角。桂馬がいる限り頭を攻められない。7五歩。ならば目線を変え、ガラ空きの右桂を攻めましょう。8四飛車。飛車浮きで随時対応。7四歩。同飛車。傷を埋めて一旦落ち着けます。7六歩。このままだと飛車が狭いので、8四飛車、退路を確保した上で仕切り直しよ。1五歩。中央に続き端にも手をつけます。同歩。端攻めの基本、歩を取らせてその裏に。1三歩。桂馬で取れば香車が走って迫ります。同香、必然的に香車が浮くことになるのね。6五歩。そして局面を進める角交換の要求です。7七角なる。ここまでは私も想定通り。同桂。問題はこの手番で後手はどう出るかです。4四歩。もちろん想定通り、桂頭に歩を打ち下ろす。5三桂なる。これもいつもの手筋、飛び込んで形を乱します。同金。攻め強度を上げるにあたり、2筋の歩は消しておきたい。2四歩。後手の屋根を上ずらせる狙いもあります。同歩。かといって放置はできない。そしてさらに。1四歩。香車が上がれば上部の出口は塞がります。8一飛車東京だと、5一角から一気にピンチだったね。1三歩なる。香車は取られることにはなるけれど。同玉。角打ちの筋よりははるかにマシかな。6四歩。歩切れを解消しつつ、と金作りを匂わせます。3七角、馬を作りつつ、1筋にも守りを効かせる。3五歩。後手玉の脇に傷を入れていきましょう。同歩。そして飛車を3筋に移動。攻めの色を強くします。3九飛車。4六角なる。視野を広げ、後手陣の解体を目論みます。6三歩なる。同金。歩を使いたいところですが、5筋にはもうあるので。5五香。金の紐を外させる狙い。だがしかし、6六歩。さすがにそろそろ反撃するわよ。同銀。手元には歩が豊富にあるので。6七歩。惜しまずどんどん叩いて形を崩す。同銀。金で取ると形の乱れが顕著です。6五歩。まだまだ止まらないわよ。やられた分はやり返す。5四香。金は取られたけど、攻めの手番は私。6六歩。強者も成り込むスペースがないんだね。同銀。5四金。3七角。同馬。同飛車。2六銀。だんだん手元に駒も溜まってきた。3九飛車。自力も広く、そうそう積む場面じゃない。それに何より、6筋に歩がないことで、楔を打つにはもってこい。これはチャンスじゃないかな。6七歩。時は今、一気に勝負を決めに行こう。同金すぐ。6五歩、さらに強くて筋を入れる。むむー。7五銀、正面からぶつかるには、駒の数が足りません。6六香。逃げ場がなく、相手をしては自利品の状況です。1四歩、転じて攻めこそ最大の防御としましょう。同玉。後手玉を上部に引っ張り出しました。6八歩。強者を手に入れ、多段ロケットを用意したい。6七強なる。やってきてみてごらんなさい。同歩。さあ、
いよいよクライマックスね。5六歩、同歩と取れば王手飛車、取れないでしょう？うむ、2八香、金を払って玉頭を薄くします。4六角、歩がどかなくても、手順で両取りを狙う。2六香、もはや止まれぬ。5七角なる。8八玉。3九馬。なんとか嫌味をつける道を探ります。6三角。確かに飛車を取られると怖いけど。7五馬、ここは見切って決めにかかる。ぐぬぬ。8一角なる。4八飛車。5九銀。9七銀。東京。玉に取らせれば飛車で金取りよ。9八金。上部にも退路はもうない、観念しなさい。当玉で取っても隅に追いやられるだけ。では、7九に降りたとしても。後手9七馬、先手8八飛車、後手同馬、先手同金、後手同飛車なる、先手6九玉、後手7九金打ちまでの詰みですね。誘いに乗って攻めに打って出ましたが、ほとんど稲葉八段のプラン通りだったようですね。これは完敗です。負けましたー。ありがとうございました。まんまと乗せられてしまいました。と言っても、先手としては千日手にするわけにもいかず、どこかできっかけを作らなければならない。それが愛玩技の宿命よね。やはり回戦のタイミング。4筋で駒をぶつけた時点で、手順で角道を通した後手、交換のタイミングを選べるのは大きかったようです。自力が角のラインに露出するので、リスクとメリットのバランス感覚が優れていたね。私としては囲いの左に後手玉が飛び出ている、不安定と言える状況を生かして、玉の孤立化を図りましたが、どうにも、後手玉が捕まりにくい。中段玉寄せに屈し、とは言ったもの、あらわになった王様が脆弱なように見えて、その実、いざ寄せようと思うとなかなか寄らない、先手の攻撃をいなす受けが素晴らしかったわ。スペースはあるんですけどね。それはお互い様で。決定だとも言える、王手飛車までの流れも完璧だったね。前半は先手ペース、攻めが枯れてきたところに鋭いカウンター、全体を通したプランが素晴らしかったわ。というわけで、稲葉八段は準決勝進出。次戦は藤井竜王、羽生九段のいずれかと対戦ね。どちらが来てもとても強いですね。このあたりはさすがの JT 杯ね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするにょん。それでは皆さん、バイバイキン。